それじゃあクイズの答え発表いきましょう。まずトン一曲、これはね渋川式よく見てる人なら簡単な問題だけど、やっぱりまだ慣れてないって人もいると思うから、まあこれウーピー弾く前で、ね、まあ親番でね、この手でトンポンされましたと。で下地さんドラも切ってて、まあ早そうなんでテンパイしててもおかしくないですねと、自分の手バラバラですと。でここから降りることはありませんと言いました。なぜですかっていう質問なんですけど、これは結構な人が正解してましたね。これ親だからとかそういう答えではないです。はい、親だから降りたわけじゃないですね。これは答えは、しぼちゃんがドラの9ピン切っててトンポンなんで、そんなに高くなさそうだからですね。高くない仕掛けに降りるのはね、結構アホらしいので全部行くと言いました。実際はどうでしょう。はい、まあ1000点のねいいシャテでしたね。ということで降りないっていうことですね。はい、まあこれ開かれたらね分かりやすいっすよね。だってね、確かにドラ切ってるからいい手かもしんないけど、その分ドラ切ってるから安い可能性が高いので、先手の仕掛けに降りることほどでアホらしいことはないので、これはそういうことでした。第1問の答えは相手が安そうだからです。さあ続いて第2問。第2問はこのテンパイをしました。渋川ナンバー結構いいテンパイですね。短期いいテンパイではないけど、数ピン切るか3層切るかで、まあ、芝数ピン切りましたと。なぜ数ピン切って3層短期にしたでしょうという問題でした。こっちはね結構正解者いたことはいたけど少なかったから、なぜ3層切って差し絞りせず数ピン切って3層短期にしたでしょうかというクイズですね。はい、これはですね理由が2つあります。2つの理由がどっちも3層短期にするという理由なんですね。だから結構余裕で3層短期だったんですけど、2つの理由、その1、安全度。これ正直3層も数ピンもさ変えるじゃん。だから3層も数ピンもどっちも切るパターンが多いんですね。そうなった時に、3層は下茶さんロー層切ってる、トヨメさんリャンゾー運送が早くて3層通りそう、上地さんはよくわかんないという状況だけど、数ピンはね誰でも通ってない。まあ誰でも通ってないってことは数ピンの方が危ないので、普通に危ない方を先に切って安全な方を残すってのは基本ですね。でちなみにこれ役ないんで出上がりはできないんで、まあ3層とか出そうとかあんま関係ないんですけど、もう一個の理由は攻撃面ですね。攻撃面なら3445って持ってたらさ、リャンウーピンサブローピン引いた時にピンフでリーチできるじゃんと思うかもしれないんですけど、これで、ね、数ピン切るとリャンピンとかね引いたらこれサブローピンリャンウーピンになるんですよ。でローピン引いてもこれサブローピンリャンピンになって、で3ピン引いても実はサブローピンリャンピンになって、ウーピン引いてもリャンウーピンになるということで、なんか数ピンを切ったとしても別にピンズ周り引いたらねいいテンパイになるんですよこの手。だから数ピン差し仕事持ってく理由があんまないんですね。逆に3層はねこれリャンゾーとか引いたらねいいイースソリーチ打てるし、数層引いてもリャンパソリーチ打てるんで、3層の方が横にくっついた時使えるので、はい、これはですね攻守ともに3層短期にするのがいいということでした。はい、そうつい中ぶけしちゃうんだけど、実はこのリャンウーピンサブロッピ引いてもね数ピン切った後でもいい形になるんですよ。ということで、まあ、守備面、攻撃面、どっちも3層短期のが強いので、これは数ピン切って3層切った方がいいということですね。ということで、最終問題。リャンピン引きましたと。ウーピン切りとイーピン切り。シブはまあ、考えてウーピン切ったんだけど、ウーピン切りとイーピン切りのそれぞれの利点とか、考えた上でどっち切るか考えてみましょうっていう問題でしたね。これは一番難しいです。これは正解者まあいたと思うけど、これは結構な人がね困って書き込む手も止まったことだと思うんですよ。うちょっと自信ねえみたいな、ちょっと答えわかんねえみたいになって書き込む手も止まったと思うんですけど、まず考えるべきは、数ワンとかウーワンがあんこったら結局ウーピン切ってようとイーピン切ってようとリーチになるんですよ。ってことはなんかそこの引きは関係なくて、でじゃあウーピン切って1123で残したメリットと、イーピン切って1235で残したメリット、それぞれを考えるということですね。はい、この手ですね、スーワン、ウーワンシャンポンとスッチッソーのいいシャンテンなんですよ。今スッチッソーの方に不満はないですね。シキーカーシー、このスーワン、ウーワンシャンポンには多分不満があると思うんですよ。できれば両面とかになんないみたいな、なんか1234455でなんかなんとか両面になりそうじゃないという気持ちがまず欲しいですね。で、E ピン切ってウーピン浮かしたら、単純に数ピンローピン引いたら、今度はね、数ワンとか E ワン切って、両面にできるよね。だから E ピン切る人はこのウーピンのくっつきを、E ピン切ってこうなるわけよ。そしたらウーピンにくっついたとき、マンズの14を払って、ピン振りしたいですと。
いう話なんですけど、じゃあ渋川さんそっちの方が良くないと思うかもしれないです。これ実はウーピン切るとね、まあウーピン切ったでこうなんだけど、こうするとE スーピン引いたら今度はピンズで頭で切るじゃん。すると今度は E1 とか切れば、あら不思議と。うん。E1 リャンワン切ってサブロー1とスッチーソのイーシャンテになるんですね。だからここ1123は E スーピン引いての頭候補になると、このピンズの部分が。で、この E ピン切った時は、頭はマンズだけど、今度はウーピン横に伸びた時に、リャン面ができるということで、どっちもどっちなんですよ。どっちにもメリットあるんですけど、今回、ウーピン切りを決意した理由はね、馬強でやりますね。これ3ピンで1個切れてるじゃないですか。ってことは、これ1リス3ゴールした時、数ピン引いたとて、ちょっと薄いサブローピンになっちゃうんですよね。あらー、サブローピンちょっと薄いねー、となりますよね。で、これウーピンで、いい数ピンが逆に言うとちょっといい感じなんですよ。2、3、3切れててね。なので、ウーピン切った時の特に E ピンとかよくありそうなんで、今回はウーピン切って1、1、2、3にした方が、総合的いいだろうという判断を下しましたね。はい。という差でした。で、はい、見てみるか。まあ、EP は実際あまりしっかりあると。で、サブローピンになった時ちょっと薄いと。まあ、いいでしょう。ドラ引いたら E ピン切りが普通ですね。てか E ピン切らなきゃダメっすね。はい。これ3は引いたら、お、じゃあ3ピン、2ピンで頭固定、E ピン頭固定だと思うかもしれないんですけど、これは E ピン切った方が広いんで、もう打点十分あるんで、これは絶対 E ピン切りましょう、皆さん。だからこれサブロー1引きもね、サブロー1引いてもどっちも切るんで、E ピン切ってもウーピン切ってもサブロー1引きは一緒ですので、はい。違うのはピンズを引いた時と考えればいいですね。ということでこれはそういう理由でウーピン切りでしたと。これがスラスラと言える人はね、形強いので、ぜひ、ハイ効率、勉強してみてください。ああ、やっぱこれクイズあった方がいいな。ということで次回からもね、クイズ忘れそうだったら渋クイズってコメント欄で書いてください。麻雀まだ初心者なんですけど、先の対局の数走切ってリーチのところ、ジャントが急走じゃない、ただのペンチャンなら一瞬待って数字結果もフレージュしてリーチするのありですか？やっぱ即利ですか？あー、いい質問っすね。なんか4切ってね、ペンチ走。ダイレクトになっちゃうからどうかっていう話ですよね。はい、言っときましょう。答え言いましょう。即利です。絶対即利です。その、ボロ引っかき嫌だっていう気持ちは基本的になくした方がいいですね。それは相手の立場にあんまり立ててなくて、自分の気分だけで考えてます。はい。なぜかというと、じゃあ、もろ引っ掛けだから絶対出ないのかって言われたら別にね、切るときは切るわけじゃないですか。じゃあ、一巡前に切ってて、その後リーチしたら絶対チーソー出るのかって言われたら別に出ないじゃないですか、それも。だってどっちにしろ、通ってない牌は変わんないんで。だから基本的にはもう全部即リーチした方がいいです。リーチする手はね。しかも数走切ってさ、次じゃあシャーとか持ってきて、つぼ切りリーチって言ったらさ、もうめっちゃ逆に怪しくなっちゃうじゃん。なんで一巡回したってなっちゃうから、手からちょうど都合よく切れる牌引くとも限らないんで、はい、こういうのはもう絶対即リーチした方がお得です。闇手にするパターンがね、絶対ないわけじゃないんですけど。